やってしまいました。おー、どうしよう。それでなんですけど、インスタグラムちょっともうちょっと休憩したいと思います。なぜかというと、はい、ゲタカチャンネル、イエーイ、こんにちは。はい、やってしまいました。おー、どうしよう。なんかインスタグラムが凍結されてて、されちゃいました。もうそれで今申請中なんですけど、全く返事が来なくて、10月18日かなに iPhone の11 Pro Max と12 Pro Max を使ってて、ちょっと12 Pro だけじゃ足りないということで、13 Pro を Pro Max を買って、3台同時にインスタグラムにロングインしたんですよ。原因は何かまだ分かってないんですけど、とりあえずインスタグラムがもう見れません。もうやー、せっかく頑張ってたのに。とりあえずね、2.3 万人ぐらいいたんですけど、いろいろ調べたんですけど、僕13 Pro Max にロングインしてから、ストーリーのコメントはこう返してたんですけど、 DM を返してなくて、13 Pro Max の使い方をやりながら、あ、じゃあインスタグラムのコメント結構溜まってたので返してたんですよ。ほんとね、何件か覚えてないけど、120件、130件、140件ぐらいを、そう、インスタグラムでずっと返してたんですよ。なんか、ありがとうございますとか、YouTube どうですかとか、なんかそういうダイレクトメッセージに返してたんですよ。それで終わって、はい、ジム行きましょうと思ったら、アカウント停止みたいになって、はい、見れなくなって、やばいと思って、まず第一、三つ同時にロングインしてたから、ロングインできたので、問題ないのかなと思って、ロングインして、それが第一の原因かな、第一つ考えられるのは。あとは、あまりこう、いいねとか、コメントとかをすごいすると、凍結されるとか停止されるとかって言われて、それで溜まってたから返したのが原因か、あとは、パンツ姿って言われました。詳しい人にいろいろ聞いて、とりあえず申請してる途中なんですけど、でももうインスタグラムのあのページはちょっと諦めたいと思います。多分ね、 DM かね、パンツ姿だと思うんですけど、そう、ちょっと調子こんで、そう、絞った体をちょっと乗せてたんですよ、インスタグラムに。もう、それでなんですけど、インスタグラムちょっともうちょっと休憩したいと思います。なぜかというと、インスタグラムバンになってからちょっとの間なんですけどね、ずっと毎日のようにインスタグラム見てて、パッてなくなって、えって思って、生活リズムがおかしくなったんですよ。なんかそれって多分ちょっと SNS に依存してたのかなって思い始めて、普段は11 Pro Max を使ってるんですけど、もうここには SNS 情報は入れないで、こっちに入れて、家に帰ってきた時だけSNS を見るっていう日々に変えました。何日か経つんですけど、もうちょっとずつ慣れてきました。なんかずっとね、インスタグラム見たりとかストーリー見たりとかしちゃうので、ちょっと SNS から距離を置こうと思います。だからちょっとインスタグラムも復活はちょっとまだ考えてない途中でございます。それでなんですけど、僕今 YouTube 以外に Facebook、Twitter やってるんですけど、 Twitter でたまにゆるくつぶやいていこうと思います。インスタグラムは再開するか再開しないかわかんないですけど、 Twitter でゆるくなんかいろんなことを載せていきたいと思います。Twitter の方この辺に貼っとくので、フォローのほどよろしくお願いします。あと概要欄にも Twitter から飛べるようになってるので、ぜひ登録フォローよろしくお願いします。ゲタカチャンネルでした。いやー、ご報告です。